こんにちは、大沢邦永です。今更聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで生物力はぐんぐんアップします。はい、ということで、腰の姿勢とか動作に対する負担のお話を、3本ほどかな、お話を今までしてきました。その中で、ナッケムソンとかのね、あの実験では広告ではこうね、椎間板にグッとね腱速球を入れてなんていう話もありましたけど、その今日は椎間板について、解剖的にお話をしてみたいかなと思います。はい、皆さんもご存知の通り、椎間板というのは骨と骨の間にあるクッションの役割ですよね、している組織になってきます。はい、実際に組織を見てみますと、これが骨ですね、骨で、これ椎間板、途中で切ってあるところの水色のところになってきますけれども、このような組織で、これ椎間板3つに分けてみると分かりやすいかなと。1つが外側、そしてもう1つが内側内側、そして上下の蓋というところになるんですけれども、まず外側はイメージするとバームクーヘンみたいな、ドーナツのようなバームクーヘンの輪層になってます。はい、これを繊維輪というんですけれども、軟骨の、組織の中は3つの種類があって、その中で一番硬い組織で繊維軟骨というところがメインになってできている、組織になってきます。イメージバームクーヘンですね。はい、そして、その内側は髄核と言いまして、ここのところの、濃い青のところですね。はい、ここは髄核は透明なゲル状で、80% が水分というふうに言われています。バームクーヘンの中にその水分がいっぱい溜まっているような状態になっていて、そして蓋がしてあるというところで終盤というところですね。はい、これは、組織の中では、ガラス軟骨なんていうところ、小心軟骨とかね言われるところですね、の軟骨で蓋をしてあるというところで、この仕組みで、クッションの中のところがこう水のところでこうグッグッというところのクッション性を保っているというような仕組みの組織になってきます。はい、ただ、ここで椎間板の特徴として言われることは、人体で最大の無血管組織というふうに言われています。すなわち血管がないということですね。この中には血管がない、血管がないのに、じゃあ酸素とか栄養ってどうやって取り入れてるのっていうことになるんですけども、それは実は前後のこの骨の中の動脈のところから、ここから栄養を中に、この先ほどの終盤ガラス軟骨のところから、こういう中に取り入れるような仕組みで入っていくというところです。だから血管が直できてないので、とても循環が悪いというところになってきますね。そこで栄養も取り、まあ栄養が行きづらい場所というところになってきます。ですけれども、栄養が行きづらいのに、普段の生活、私たちの生活では、座位でも座っていても立っていてもそうですけども、負担が大きい場所でもあるというところになってくるので、これは加齢による椎行性変性というところで、いわゆる老化の起こりやすい場所でも代表でもあります。だいたい10代過ぎから老化が始まるなんていうところの文献もありますね。はい、そう言って老化が進んでとか、機能が、ね、低下して、働きが低下してしまうと、クッション性がよく悪くなるということが出てきますと。でクッション性が悪くなれば、周りの骨であるとか靭帯とか他の組織、支えているもの、クッションがない、外力がいくというところで負担が増える、イコール腰痛の原因にもなるというところになってきますと。はい、そして、あとは、循環が悪くて栄養がいかなくなってくると、パサパサになってくると、これ自体がいわゆる椎間板ヘルニアというところにもなりやすいと。髄核が外に出てきちゃうという状態ですね。はい、繊維輪の栄養がいかないからというところになる、なってきますと。はい、じゃあ普段からどうすればいいのかなというところになってくると、対策としてみれば、一つは今までやったように、姿勢による過剰にかかってしまうような姿勢動作を避けるということが一つでありますし、あとはやはりいかに循環を良くしてあげるかというところのポイントになってくる。じゃあ循環を良くするためにはどうするか、いわゆる、まあ一般的に言われるのは、冷やさず温めてあげるってことはいいことである要素の一つだと思いますし、あと過剰はいけないんですけども、適度な刺激がないと、また同じ姿勢、同姿勢と言いましたけど、動きがないことは循環を落とすことになるので、適度な刺激を入れてあげるというのがいいと思います。はい、なってくると、じゃあナッケムソンのところで何が負担をかけずに動かす、寝る外
外の姿勢が一番負担なかったですね。じゃあ寝てるところでこのところを背骨を動かしてあげるなんて刺激はいいと思いますし、あとは適具な仕事、クッション性をね、イメージするとこんな動作、こんな動作っていうところのかかとねコンコンなんていうのもいいと思います。というところなんていうのを構造的に考えながら普段の生活プラスアドバイスなんていうところにつながってくると今日もよし。